あ、どうした皆さん、こんにちは、ケンケンイレブンです。よろしくお願いします。はい、まずメンバー紹介をしていきます。はい、はい、サブボーカルの大角です。よろしくお願いします。大角。はい、同じくサブボーカルのニンナです。よろしくお願いします。はい、メインボーカルの京都こまちです。よろしくお願いします。はい、今日は大阪野外音楽堂大阪城、はい、あ、大阪城な城な、はい、皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんといっても今日は、うん、とても銀杏臭いな。そうめっちゃ臭いな。晴れとかが臭いそう、でもなんか唐揚げとかね、あっちに、うん、そう美味しそうなもんがいっぱいあって匂いが正直隠れてるから、だいぶ混じっててなんか変な匂いになってたな。もっと臭いなはい、ということでね、はい、私たち、もともとじゃないんですけど、2ヶ月前まで、はい、4人で活動していたんですけども、はい、卒業ということで、はい、先月から3人でまた、KKLM 3人として活動させていただいているんですけども、はい、はい、そうです。前のメンバー、トゲツって言うんですけど、はい、トゲツはダンスがすごく上手くて、はい、上手いですね。そうです、そう、私とダンス、まあ、ダンス毎日私は歌ったんですけど、まあ、ここの2人がねダンスがあまりにも下手くそということで、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、下手くそなんですよ。で、まあ、どうしていこうってなったんですけども、はい、まあ、下手くそなりに覚えることができたしな、うん、そうな、努力したよ、私は努力したよ。そうやな、うん、そこは褒めてあげるけど、努力、またもね、私らも努力したし、一番こまっちゃんがそうやな努力してくれる。そうやな、教えたからな。そう、大変やったで、ほんま大変やった。はい、ということで、3人でしかできないことをね、はい、これからやっていこうということになって、はい、何ができるかってなって、やっぱ歌しかなかったんですよね。そうですね、そうやな、はい、歌しかっていう言い方も悪いけど歌しかできない。そうなんですよ、うん、で、私は何もハモリとかできないんですよそうやね、こまっちゃんはメインボーカル、歌が上手いからメインボーカルなんじゃなくて、ハモリができないからメインボーカルなんですよ。どういうことそうね、私が一応ハモリをしてるんですけど、うん、私もしてますけどなんか一人一人だけとかなってるけどそう、それでちょっと交代して私が主旋を歌って、はい、こまちゃんハモってみてみたいな話をした時に、うん、そうそうそう、ずっと一緒に主旋を歌っててハモってくれてなくて待ってみたいな、やっぱり向いてないみたいな、え、歌われへん最終的に諦めない、はい、はい、ということで今日はアカペラで、はいはい、3人で歌わせていただきたいと思います。はい、はい、そして歌わせていただく曲は、はい、歌わせていただく曲は H2O さんの思い出がいっぱいという曲ですね。皆さん知ってる方結構多いんじゃないですか。イエーイ、まあ、今日そんな若い人おらなさそうやしな。え、まあ、若い人見えへんけど、うん、そういうのはあんまり言わない、はい、言わない、はい、ということでね、はい、はい、それでは、はい、聞いてください。思い出がいっぱい。古いアルバムの中に隠れて思い出がいっぱい、無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー、時は無限のつながりで終わりを思いもしないで、手に届く銃は限りなく澄んで君を包んでいた。大人の階段登る君はまだ死んで、少女だったといつの日か思う時が来るのさ。大人の階段登る君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったと
といつの日か思う時が来るのさ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、やりきったね。やりきったね。もういいよ、帰れたよ、うん、もういいよ。緊張したな。せやな。はい、ということでね、これからもどんどんハモリのレパートリーを増していって、はい、なアカペラもどんどんな、そう増していきたいな、はい、ダンスできひんし、ね、ダンスできひんしできひんことはないよ苦手なだけで、うん、はい、でダンスできひんからもう全部アカペラにしちゃおう。なしなし聞いててしんどい。眠なる。もうそれでアカペラグループでいい。あ、あり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 。もう踊りたくないだけやほんまにな。はい、はい、ということでここで告知をね、はい、させていただきたいと思います。はい、はい、毎週月曜日19時半から20時まで FM ギグインターネットラジオで KK11 のラジオを始めましたという番組を放送させていただいております。お時間ある方はぜひ聞いてください。はい、はい、そして10月31日日曜日、違うか、土曜日です。土曜日に、京都市役所前ゼスト大池でバックアップシティパークがあります。はい、無料です。はい、はい、はい、そして、12月23日、まあ、結構先なんですけども、冬やな冬ですけども、京都大宮スタジオ246の方で私たちのワンマンライブがあります。イエーイ、会場が14時半で開演が15時になっております。料金は1500円です。はい、ライブのね詳しい情報などは、KK ライブのメンバーのツイッターとか、あと Facebook の KK のページとかをね、見ていただいたら詳しく載ってるので、はい、皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは最後の曲いきましょうか。はい、はい、はい、次に聴いてもらう曲はラッキーエブリデイという曲です。はい、この曲は7月20日に発売されたばかりの新曲となっておりまして、はい、KK11 が初めて PV 撮影をした DVD が入っておりますので、はい、この後ね、はい、こちらの物販ブースで、はい、はい、発売しています。1500円で売っております。安いよこれ。DVD もついててるからな。はい、安い、うん、まあ過去のメンバーもちょっといるんですけども、そう、まあそこは置いといて置いといてそこは置いといて、お知らん人もあみたいな名前のメンバーやな、あこんな子なんやなみたいな思ってくれたんだな。私たち3人も映っていて、はい、歌っているので、はい、はい、漏れなくな、漏れなく漏れなくおかしいはい、大学のね水着、はい、水着とかもありますよ、がっつり、はい、そこしか見どころないけど、あの、どう、そのDVD はい、ということでね、はい、最後の曲聴いてください。ラッキーエブリデイ。Yeah, yeah.
ントで物販するそうですので。